の道はいつも不気味で怖いねばよね。あれ、なんか人の気配感じるねばね。まさか。じゃーん、納豆兄さんですよ。なんだ、納豆兄さんか。なんかやたらびっくりしてたけど、お化けだと思ったんじゃないの？思ってないねばよ。納豆兄さん、どうしたねばか。実はさ、最近うちにお化けが出るから怖くて怖くて、ちょっとうちに来てくんないかな。納豆お兄さんのうちにお化け？行ってみるねば。ここなんだけどさ、なんか様子が変でさ。いやいや、もうお化けが住んでそうなところに住んでるねばね。いやだって最近あれでしょ、あれ。だから引っ越してさ。あれって何ねばか。とにかくここが怖いのよ。そんな時は想像力が伸びるゲームねばよ。何それ。こんなお化けは嫌だで、いろんなお化けを想像してみたら楽しくなるねばよ。こんなお化けは嫌だ。冷蔵庫に取っておいたアイス勝手に食べちゃう。こんなお化けは嫌だ。お化けなのにお化けが怖い。こんなお化けは嫌だ。うんちの形してる。こんなお化けは嫌だ。アンパンのお化けだ。こんなお化けは嫌だ。猫型ロボットのお化けだ。こんなお化けは嫌だ。太りすぎて宙に浮かばない。こんなお化けは嫌だ。お金とかなんかキンキラとか大好きで欲深い。こんなお化けは嫌だ。恨めしやってきても全然気づかれない。こんなお化けは嫌だ。お化けなのに夜8時には寝ちゃう。ああ、面白いね。頭の中でいろいろ考えて想像力が伸びそうだよね。でしょねば。想像力は無限ねばよね。あと納豆兄さんにはこんな幽霊は可愛いなんかも合ってるかもしれないねばね。幽霊の可愛い？どういうこと？こんな幽霊は可愛い。フリフリのスカートですごい女の子っぽい感じで恨めしやってくる。どいどいどい。人間に逆にびっくりしちゃってる。どいどいどい。まだ慣れてないお化粧で恨めしやってくる。出てきたのにキャー虫って言って抱きついてくる。ドイドイドイ。機械に弱くて恨めしやって出てきてスマホの使い方教えてって言ってくる。ドイドイドイ。二人だけの秘密だよって言ってこっそり出てくる。手作り弁当を作ってきてくれる。ドイドイドイ。テレビで見てるあの子かわいいなと思ったらなんか同じような格好やメイクして恨めしやって出てくる。ドイ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 。おお、いいね。かわいいじゃない。あんなお化けがさ、出てきてくれるんだったら、私もすごい嬉しいよ。なんかスケベねばね。納豆、おじさん。納豆、お兄さん。納豆、おじさん。
お兄さん。納豆おじさん。お兄さんだって。納豆お兄さん。納豆おじいさん。おじいさんじゃないよ、お兄さんだからね。納豆お兄さんねばね。でもねばね、そもそもお化けって何しに来るねばかね。何しに来るんだろうね。食べ残しお化け。ピーマン嫌い、人参嫌い、椎茸嫌いねば。ねばるくんが食べ残ししていると、お母さんが食べ残ししてると食べ残しお化けが来るわよ。知らないねば。おやつ食べるねばよ。ご飯を食べ残したねばるくん、夜になってお腹が減ってしまいました。台所に行ってみると、鳴き声が聞こえます。ねばるくんは台所こっそり覗いてみました。すると、ねばるくんが食べ残した人参、ピーマン、椎茸がえーんえーんと泣いています。びっくりしたねばるくんはよーく見てみると、そこには食べ残しを食べている食べ残しお化けがいたのです。食べ残しお化けはえーんえーんと泣きながらネパールくんの食べ残しを食べていました。食べ残しお化けは食べ残しを食べれば食べるほどどん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 大きくなります。大きくなっていく食べ残しお化けを見て、声を出してしまったネバールくん。振り返った食べ残しお化けと目が合いました。急いでお布団に戻ったネバールくんはガタガタ震えてしまいました。なぜなら泣きながら食べ残しを食べて大きくなっていた食べ残しお化けはお母さんだったのです。お母さんはいつもネバールくんの食べ残しが悲しくて泣きながら食べ残しを食べていたのです。お母さん、ごめんなさいネバよ。それからネバールくんはお母さんが作ってくれたご飯を食べ残さず全部びっくんするようになりましたとさ。おしまい。ねばるくんの絵本読み聞かせ。湯ざめお化け。ねばるくんはお風呂に入って頭も体もゴシ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 、肩までお風呂に浸かって、あー気持ちいいねばね。あったまったねばよ。もうお風呂出るねばよ。ねばるくんはお母さんに体を拭いてもらったら、そのまますぐに遊び始めました。パジャマ着なさーい。お風呂上がった後にパジャマ着ないと湯ざめお化けが出るわよ。やったねばもーん。ねばるくんはパジャマを着ないでパンツ一丁で遊んでいます。すると、なんだか急に体が冷えてきました。気づくと、ねばるくんの体の周りに、湯ざめお化けが抱きついてます。ねばるくんは、湯ざめお化け、あっち行ってねば!と言いました。すると湯ざめお化けは、パジャマ着たくないんだろう。お風呂から出ても、パジャマを着ないから、パジャマの代わりに抱きついてあげてるんだろう。ねばるくんはすぐにパジャマを着ましたが、湯ざめお化けはそのまま抱きついていて、
ガタ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 、震えが止まりません。ネバール君のお母さんがやってきて、あったかいミルクを飲みなさい。ネバール君はミルクを飲んで体が温まりました。気づいたら湯ざめお化けはいなくなっていました。お母さんが言いました。もう少し遅かったら何日も湯ざめお化けに抱きつかれて風邪をひいてたわね。次の日からネバール君はお風呂から上がったら暖かいままパジャマを着て、温まった体のまんま寝寝するようになりました。みんなもお風呂から上がったらパジャマ着るねばよ。着ないと湯ざめお化け来るねばよ。おしまい。いや、ほんとお化けって何しにやってくるんだろうね。おやつ食べに来てるねばかね。おやつといえばさ、こないだおいしいおやつもらったんだけど、ほんとおいしいからさ、寝てる時もずっと口に入れてたんだよね。あれおすすめだよ。ずっと口の中おいしいからね。ダメねばよ。おやつばかり食べている少年に起きた怖いお話。おやつ少年。おやつおやつおやつ、もくもくもく。ああ、お菓子最高。いくらでも食べれるし。たけし、晩ご飯よ。なんかお腹減ってない。あんたまたおやつ勝手に食べたでしょ。ご飯食べられないならおやつ禁止よ。晩ご飯食べないならお風呂入っちゃいなさい。はーい。そうだ、お風呂ではアイスが最高だよな。アイスアイス、お風呂でアイス、うめえ。天国天国。お風呂出たよ。じゃあ歯磨きなさい。はーい。そうだ、うまい棒で歯磨きしよう。ゴシ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 、うめえうめえこの歯磨き。うがいはコーラでぷく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 、そしてごっくん。くぅ、炭酸が効く。歯磨いた。じゃあ寝なさい。はーい、おやすみなさい。そうだ、飴舐めながら寝ようっと。ペロ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 。くぅすぅ、くぅすぅ。痛い。何？あ、アリだわ。お部屋にアリがいる。え、たくさんいるわ。たけしの部屋まで続いてるわね。聞いてください。たけし君の体の中を調べたところ、お菓子ばかり食べる生活を送っていたせいでたけし君の体がお菓子のように甘くなり、たけし君の体をアリがお菓子と勘違いして集まってきてしまったようですね。そしてどうやらたけし君の体の隅々までアリが住み着いてしまい、たけし君自体がアリの巣となってしまったようです。口におやつ入れたまま寝ちゃダメだね。歯は磨かないとダメだよね。歯を磨くことは大事ねばよ。そうだ、いいこと教えてあげるねばよ。あれ、なんか今気配を感じたねば。何言ってんの、脅かそうとしてるでしょ。私はね、もう楽しいお化けとか可愛いお化けを想像して全然お化けなんか怖くなくなっちゃってんだからね。そうねばか、それならよかったねばよ。ネバール君が来てくれて怖くなくなったよ。それならほんとよかったねば。もうさ、お化け屋敷に住んでる気持ちだったんだよ。お化け屋敷だって楽しく想像したらきっと怖くなくなるねばよ。こんなお化け屋敷は嫌だ。入ったと思ったらすぐ出口だ。こんなお化け屋敷は嫌だ。めちゃめちゃ明るい。お客さんよりお化けの方が怖がりだ。こんなお化け
けより入場料の方が怖い。こんなお化け屋敷は嫌だ。なんか起きそうな感じはするのに結局何にも最後まで起きない。こんなお化け屋敷は嫌だ。扉が寝ちゃって恐る恐る開けるけど全部トイレだ。こんなお化け屋敷は嫌だ。マリオが来るタイプのお化け屋敷だ。こんなお化け屋敷は嫌だ。お化け屋敷じゃなくておばば屋敷だ。こんなお化け屋敷は嫌だ。おお、楽しいね。自分の想像次第で何でも楽しくできるんだね。そうねばよ。想像力は無限大ねば。お化けだって怖くなくなってきたよ。ちなみにお化けって自分で作ることもできるねばよ。お化けを作る？そんなことできんの？教えて教えて。なるほどね。工作でお化けね。懐中電灯と紙コップとサランラップがあればいろんなお化け作れるよね。そうねばよ。お化けは誰かの作ったものかもしれないねばね。お化けって怖いだけじゃないんだね。お化けは悪いやつばっかりじゃないねばだから、ねばるくんの絵本ではいろんなお化けが出てくるねばよ。どんなお話があんの？ねばるくんの絵本読み聞かせ。テレビお化け。ある日、ねばるくんはずーっとテレビばっかり見ていました。すると、目が疲れたのか、周りがだんだんぼやけて見えてきました。ねばるくんは目をこすってよーく見てみると、なんと、テレビ画面から、テレビお化けが出てきたのです。テレビお化けは言いました。そんなにテレビが好きなら、ずーっと一緒にテレビが見れるように、テレビの中に連れて行ってやる。ネバール君はテレビお化けに、テレビの中に連れて行かれてしまいました。テレビの中は、ネバール君とテレビお化けとテレビだけがありました。テレビの中は、暗くて寒くて、寂しいです。テレビお化けはネバール君にずーっと一緒にテレビを見ていようと言いました。ネバール君はお母さんに言われたことを思い出しました。テレビばっかり見てないでお友達とお外で遊びなさーい。体を動かすことは大事よー。ネバール君はテレビお化けに言いました。テレビばっかり見てないで、一緒に鬼ごっこやかくれんぼして遊ぼうねば。するとテレビお化けは、テレビだけ見てればいいんだよ。と言いました。
しかし、ネバール君は何とかしてテレビお化けにも、テレビ以外の楽しさを知ってもらいたかったのです。テレビお化けと、鬼ごっこや、かくれんぼ。テレビお化けも、だんだん楽しくなってきました。二人はどんどん楽しくなって、はしゃいでいたら、パリーン！なんと、テレビの世界から飛び出したのです。その日から、ネバール君はテレビばっかり見て泣いて、お友達とお外で遊ぶようになりましたとさ。いや、面白いしなんかためになったな。ネバール君、このオリジナル絵本もいいね。ネバール君、たくさん絵本描いてるネバだから、YouTube でネバール君絵本読み聞かせで検索してくれたら出てくるネバよ。うわ、たくさんあるね。ネバール君の絵本読み聞かせで検索ね。やってみるよ。ネバール君、今日はありがとう。どういたしましてネバよ。これでも夜も一人でトイレ行けるようになるよ。じゃあね。バイネバー。で、納豆お姉さん、いつも一人じゃなくて誰とトイレ行ってたネバか。ネバネバ TV を見てくれてありがなっとうネバー。チャンネル登録してネバね。グッドボタン、ベルボタンも押してネバよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるネバよ。